おまみ、今日は9月の22日日曜日、名古屋で開催されております名古屋レプタイルズワールド2日目に来ております。イエーイ。自分の物販も出しているのですが、今日はですねリミックスペコニのやっているコケリウムを作ろうにやってきました。今からオリジナルのコケリウムを作っていきたいと思います。っていう土があるんですけど、はい、これを入れていただきます。割と自由にやらせていただけるということで、乗せる順番だけ教えてもらったので、あとはセンスを信じてやっていきたいと思います。はい、頑張りましょう。まずはソイルを入れていきます。斜めにしました。上に造形くんをちょっとさ、お手本一回見ようよ。お手本じゃ見に行きます。外のやつお手本する。あ、なるほどね。めちゃくちゃ斜め。あ、でもソイルの高さはここね、造形くんがここにいる。そう、なるほどね。で、この下はほぼこの土はなし。ソイルに苔が乗ってる感じ。そうね。先にあちら混んでるから造形くんを使って、はい、このもうこっちを埋めちゃいたいと思います、はい、なんで私は白を着てきたんでしょうか。怖っ。全部入れちゃう。この流木とか石は全部使い放題だそうで、はい、ちなみにこの苔も全部使い放題なので、はい、すごい適当にとりあえず持ってきてみたんですけど、並べてみます、はい、これはさ、課金してません。はい、すごい。いいんじゃないでしょうか。
はい、めちゃくちゃに散らかってますけど片付けます。はい。